ストレートエニアグラム二等辺の友人はです。T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、リクエストをいただきました。はい。ありがとうございます。あ、リクエストと受け取りました。受け取りました。はい。ジャスミンさんからですね、はい、私は診断ではタイプ7だったんですが、僅差では4でした。で、前の我々の動画で4と7の誤認について考えるっていうのを挙げたんですけども、その動画を見たときに、まあ、この問題とこの問題、どっちですかって聞いたら、それが4側だった。でも間を取って6かもしれないねって、まあ、この動画で言ってたんですけど、6かもしれないっていう疑いがもやもやって出てきたって書いてあったので、まあ、これに対して私が返信でですね、まあ、はあそうか6かって思ったとしたら6かもしれないですね、まあ、ちょっとがっかりした気分、はい、みたいなところですかね、はいはい、まあ、それはもう私がまさしくそうだった、あるセミナーで、そのタイプ7だって自分で自己診断して、7って言ったところ、6ですねって言われて、その時に、なんて言うんでしょう、6なわけないってずっと思ってたんですね。6は、まあ、この動画でもよく出るけど、6はちょっと残念なタイプで僕は見てる、僕自身が、いや、全然そんなことないんですよ。そう全然そんなことないんですけど、僕だけが多分6を残念だと思っている、残念なタイプ6が6だって思ってる、そう、ので僕は6なわけない、って思ってたので、これでずっと多分ギュッギュッて多分握ってたんでしょうね、そしたら6だった、でよくこの場でも話題に出る、金研のマインドインジェクションというところとよくコラボさせてもらったし、学園祭にも呼んでもらったっていう、その中の浩太さんっていう人がタイプ7、人気のタイプ7ですよ。人気のタイプ7。エニアグラムでも、あと374は人気のタイプだなってよく言われますけども、その7っていう浩太さんも、まあ、ご自身で言っていたのは、がっかりしたって言ってました、ね。そうなんですよね。そのいい面、7のいい面を見ても、7の悪い面の傷を、カバーできないって言ってましたもんね、そう、なんかそれですごいなんか傷ついたというかがっかりしたみたいな、はい、そのみんなが7のいい目を見て7になりたいって思うのに、その7自身の人は7のところを見ると落ち込む、そのいい面がそんなによくは見えないって話だと思うんですよ。僕も見えないです。6のいい面、あ、そうだから、そういう面があるかなって、自分のタイプのいい面って言われても、はい、まあ、普通のことなんじゃないかなみたいな感覚なんじゃないですか。6のいい面を見ても、若干ディスってるんじゃないって思うんですよ、ね、忠実な人とか忠実とかですよね、周りに答えようとするって、何、迎合的って言ってんのとか、いや、ちゃんと自分持ってるんですけどって、持ってないんですけど、いや、持ってるんですけど持ってないんですけどみたいな、そういうところですよね、炸裂するんですよ。炸裂する、はい、だからそのタイプ7のいい面を見てもいいタイプだって思えないって。で、9のいい面見てどうですか。9のいい面見ても別にそんなに魅力的には全く感じない。で、なんかそんなに、やっぱり僕も7とか3の達成する人みたいな方がかっこよく見えるじゃないですか。かっこよく見えますよね、はい、平和を愛する人みたいな。ちょっとディスってますよね。まあ、ディスってるとまでは受け取らないけど、はい、平和を愛する人ってなんか何も考えてないみたいじゃんって。別に何も、そう、大したもんじゃない。全部ごめんなさい、これ全部僕の意見だこれ。そうすいません。っていう、そんなによくは見えない、はい、そうなんですよね、で、このでジャスミンさんも、でもう一回その私の6なんじゃないのっていつもの6煽り、を、受け取って、ご返信ありがとうございますと、謙虚ありがとうございます。もう一回違うサイトで90問診断やってみましたと、ありがとうございます、お疲れ様ですと。すると今度は4が9ポイント、7が8ポイントで僅差で4となった。やっぱり7、4、4ってきた、どっちなんでしょうねって。なんで、まあ、このジャスミンさんが4と聞いてはあって思うのか、7って聞いてはあって思うのか、6なんじゃないの、いやいや6だけは6だけは
なのかっていうところですかね。で6だけはって思ってなかったとしたら6じゃない可能性もあるってことですよね、はい、そうですね、うん、はい、あ僕の中ではそうそうそのあ、まあ、6もあるのかなみたいな、あだと全然6じゃない気がします、まあはい、それは多分6じゃないですよ。6を素直に受け入れちゃう、受け入れられるならもう6じゃない。ちなみに、これこちらの対人コミュニケーションの人間学、うん、鈴木秀子さん監修の本なんですけども、タイプ4を初めに選択した人が最終的にどのタイプだったかっていうと、やっぱりタイプ4だった、パーセントが 61%、うん、次に多いのがタイプ1、うん、でタイプ6、タイプ9、タイプ7っていう感じですね、うん、なんであまりそのタイプ7とタイプ4っていうのは、うん、まあその個性的であるっていうところで、うんうん、まあ一緒なのかなっていう、うんうん、タイプ7だと最初タイプ7ですよね。最初は僅差でタイプ7、タイプ7で動画を見てタイプ4選択した人は、タイプ7を選択した人が最終的にどのタイプだったかを見ると、うん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 、52% がそのままタイプ7だった。で続いてタイプ8、タイプ2、タイプ5、タイプ6、タイプ9、タイプ1、あ出てこない、タイプ4が出てこない、うんうん、ので、うん、まあタイプ4っていうのはやっぱりあるのかもしれない、うんうんうん、でもそのタイプ4って言われた時に、うん、なった時にどう思ったかですよね、うんうん、このだからそのマイナス面を言われた時に、はい、なんかすごい嫌な気分、そうですね、うん、というところで、うん、あ嫌な部分だとすると、うん、まあ、こちら、うん、ドン・リチャード・リソさんの性格タイプの分析なんですけども、うん、タイプ4の通常の状態を読みます、うん、はいはい、なのでその通常の状態を読んで、うん、いやって思ったら、うん、4じゃないかっていう、まあ、でもこれ結構思うんじゃないですかね、思わないですかね、ディスってるなんで、うん、当てはまって嫌な感じがするかですよね。そうですね、なんであの全く関係ないとこだと、うんうん、ああそうだよ、そうだよねって、このタイプはそうだよねって思うんですね、まあまあ、それはありますよね、はい、タイプ4の通常の状態、うん、通常のタイプ4はあえて自分自身を表現するよりも、うん、人生に芸術的で美的でロマンティックなものを求め、何か美しいものを通して間接的に個人的感情を表す、空想や想像力でまた情熱を高めることによって現実性を強める、感情に飲み込まれるようになることもある、自分の感情を処理するために引きこもり自己に没頭し自意識が強くなり引っ込み思案になる、自己を疑問視し始めあらゆることを個人的に解釈し感覚過敏になり自分が異質でよそ者だと感じる、気まぐれですぐ気分を害し感情的に傷つきやすい、自意識とそれがもたらす憂鬱さの苦しみから何とかして逃れたいと願う、いよいよ他人と違うと感じるようになり、そのため他人が送っているような生き方から逃れる、自己憐憫は違った種族の放縦、大敗的で官能的になり、夢の世界や幻想や非現実的な望みにふけることへとつながっていく、しかしわがままで人を見下し大敗的で非実際的で非生産的である、うん、どうだまあなんか違うタイプとすると全然共感はできないですね。そうでこれを聞いた時にいや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 、うん、違うとか、うんうん、っていう反応が起きたなら、うん、もしかしたらそれはあなたかもしれない、うん、じゃあ7も読んでみましょうか、うん、7の通常の状態、うん、7、通常のタイプ7は欲求が強まるにつれていろいろなものやもっと変わった経験で楽しみたいと思うようになり、うん、貪欲な消費者、物を欲しがる実利主義者、遊び人で社交界の名士、世情に長けた人間、助才ない世当たり上手、目利き、流行の仕掛け人、センセーションを追い求める人間になる、新たな遊びを楽しめるよう金を持っていることが重要だと考える、自分に対してノーということ、自分の欲求を拒むことができなくなる、過剰活動過多になり始め常に動いていないと気が済まなくなり思いついたことは何でも行い口にする、
退屈することを恐れ絶え間なく動き続けることで刺激と興奮を高めようとし、何か面白くて新しいものに気を取られるが、あまりにも多くのことを行うため船舶になり、ただかじり回るだけの口先だけの小塚になってしまう。抑制がなく軽薄で華々しく、不らちで遠慮がなく騒がしく厚かましい。絶えずしゃべり、皮肉を言い、冗談を飛ばし、高まった気分を保つために演技をする。これではまだ十分でないと感じ始め、過剰で度を越し、これ見よがしに消費しまくるが、なおも多く貪欲に求める。自己中心的で身勝手で欲求がましく、こらえ性がない。で、存在で不作法でアルコールと麻薬にふけるようになるみたいな、うん、なんで結構その、自己主張と、うん、自己主張と有利なので、うんうん、やっぱ全然、うん、対外的なところでは結構分かりやすいかなとは思うんですけどね。うこうどんどん表に出てくる人たちとどんどん引っ込んでいく人たち、はいはい、なんでやっぱり疑うべきはやっぱ6なんですよね。ここで出てくる両方ともいけちゃう、両方ともいけちゃう、うん、場に応じて、うん、っていうところでタイプ6の通常の状態、うんうん、ちょっと僕読むのが怖いんですけどね。タイプ6としてはちょっと身構えないと、うん、通常のタイプ6は決定を下したり、うん、自分で責任を吹き受け自分で責任を引き受け自分で責任を引き受けるのを恐れ始める。権威のある人物あるいは集団と自分を同一視し、それに従順になる。伝統主義者、チームプレーや組織の一員となり、命じられたことを従順に実行する。自分の中に相反する感情が生まれ、間接的で受動的攻撃的な振る舞いを通して権威に反発するようになり、矛盾し混乱した信号を送る。相反する感情のためにタイプ6は揺れ動き、予想のつかない行動を取るようになる。ぐずぐずし、あらゆることに優柔不断で用心深く回避的になる。緊張が高まるにつれむっつりしひどいこれ拒絶症や疑似妨害者のようになる。面白いな。これは疑念と緊張を、克服するために自ら恐怖を求め反動的になり、大きくなる不安を過保障しようとして頑強で反抗的な態度を取り、喧嘩腰になり、自分の安全に対して明らかに脅威となるものに攻撃的な反応を示す。非常に党派心が強くなり、彼ら対我々という包囲攻撃的な心理を持つ。心が狭く顔面で、自分の恐怖と不安を鎮める手段として他人に罪をかぶせ、自分を脅かすように見える人まで誰でも彼でも激しく非難する。これが私です。そう、まあ、どうですか心当たりは、まあ、この状態ですよね。心当たりはめちゃめちゃあります、うんうん、そう、はい、だからその心当たりがある部分がぐさぐさくるぐ、もう笑っちゃう。で他のタイプだと、あ、そんなに、そうなんだろうねって、そうなんだなぐらいの感じだから、はい、そんなに気にならない、本人ほどは多分気にならない、はい、なんでまあそうですね、この、うん、今のこのジャスミンさんの疑いとして476の通常のところを読みましたと。でどこが一番ぐさっときたか、心当たりがあるかみたいなところですよね、はい、いかがでしょうか、はい、もしよろしければ、まあ、他のタイプの通常度をずらずら、通常のところをずらずらと読んでいって、一番傷つくところ通常ですからね、不健全って言われればまだ分かるんですけどね。そう、先ほど、うん、あのタイプ9の深掘りで、うんうん、通常のタイプ9を読んだんですけど、そうそうそう、結構悪口ですかって、そうそうそう、あれが不健全だ、あ、まあ、心当たりがあるので、はい、不健全だっていうなレベルですって言われれば、あ、分かりますみたいな、通常ですってこれが通常ですって言われると、いや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 って言いたくなりますよね。いやいやいや、そうそう、違う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 、下がったらこうかもしれないけどみたいな。でもそれが通常です
って渡される、そうあなたのタイプそうでどうかですよね、はい、こうまともに読むのも読むのも動揺するみたいな、動揺が出る、はい、汗をかく、はい、いかがでしょうか、いかがでしょうか。僕の中ではジャスミンさんはもう6だね、うん、6そう、まあ、もしこれを3つ聞いてどれもそれほどっていうことであればまた別のタイプの可能性もありますね、あるので、はい、よろしければまた、はい、あのコメントいただければと思います、はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。